NBC JB 川口校 B シリーズ Z ファクトリーカップ、ようやく梅雨が終わり、川口湖の大会に綺麗な風景が戻ってきた。選手や釣り具も神々しく見えるのは真夏の太陽のまやかしだろうか。おはようございます。いよいよ梅雨が明けて、暑い夏に入ってきますが、体に気をつけてください。チャプターなどを一生懸命、人を集めたりいろいろしながら一生懸命やってます。皆さん方は組織に依存するだけじゃなくて、自分たちでこの組織を守ろうという考え方を少しは持ってほしいと思います。ですから、そういうふうに皆さん方も今後はですね、仲間を増やすということを考えてください。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。おはようございます、弊社も今年の8月で、丸11年、元気君と始めてからを含めて、丸11年、12年目に突入します。小さい会社ですけども、今後とも、いろいろ努力していきますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん頑張ってください。ありがとうございます。大会は B シリーズなので平日の大会である。平日しか休めない、そんな方も大会に出ることができます。岡本選手の帰着が早い、これはリミットを揃えたということでしょうか。揃いました。はい、揃いました。今日取らなかったです。あ、もう2本です。今日どうでしたか。いや、全然不対でした。でも、あ、2匹そこまででした。うおっと、危ない。ここで逃げられたらその分はカウントされません。減量人数は23人、リミットメイク人数は8人、つまりバスを5匹釣った選手が全体の約 30% にも達しているということになる。今日は大きいのが釣れませんでした。いや、それは大丈夫です。いや、最後50ぐらいかけたんですけど、みんな前でバラしちゃいました。小林セレンです。今日バラしまくりで全然ダメでした。次頑張ります。さあ、それでは5位からの発表。
5位、初澤和義選手 4265g。 4位、岡本修斗選手 4855g。 3位、金田修一選手 5745g。 この1匹がめちゃくちゃでかい。2位、荻野元基選手 6090g。 そして優勝、中田圭太郎選手 6640g。 中田選手、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今の気分はいかがでしょうか。上々ですね。できすぎた試合かなっていうのはありますね。うん、100点、120点じゃないですか。120点、結構大きい魚、たくさん釣っていらっしゃったんですけど、平均でいうと大体1300、1400ぐらいじゃないですかね。できすぎた試合でした。こんな試合めったにないです。はい、では今後の目標はありますか。去年はクラシック年間2位で折り返してクラシック出場権利を取れたんで、はい、今年は年間優勝して川口湖のクラシックで優勝するのが目標です。では頑張ってください。ありがとうございました。行きます。 GO! GO! NBC!